どうも、オナです。今回なんですけれども、もう1月も、終わりに差し掛かっておりますけれども、2023年のですね、目標っていうところですね、ちょっと私なりにですね、ちょっと話していきたいなというふうに思っております。私ですね、旅行系 YouTuber としてですね、5年以上、活動しているということで、まさかね、私の YouTube 活動がですね、ここまで、続いてるとは、YouTube 始めた当初、5年後何かしてるかっていうと、まだ YouTube してるのかみたいな感じで、多分ね、自分自身思ってると思うんですけど、本当にですね、皆さんにですね、ずっとですね、動画を見ていただいてですね、感謝しております。この2023年はですね、エチオピア航空でですね、韓国に行った時もですね、お話したと思うんですけれども、本当はね、もう正月終わったらですね、もう動画のこうなんて言いますか、ストックっていうのがですね、なくてですね、2023年になった途端にちょっといろいろ海外にどんどん行ってですね、動画出していく予定だったんですけれども、完全にですね、もう電池切れになってて、2023年になってからですね、全くですね、旅行してないってことはないんですけども、投稿頻度も落ちておりますし、あんまりね、海外にも行ってないというですね、1月でございました。ということで、私、今撮影段階でですね、2023年の1月22日なんですけれども、スタートダッシュをですね、元旦から切ることはですね、ちょっとできなかったという人間なんですけれども、ちょっとね、これから切り替えてですね、2023年、やっぱりこうね、YouTuber っていうのがですね、増えてきてですね、なかなかですね、私もですね、この活動をですね、もっとやっぱり大きくしたいっていう思いはあるんですけれども、やっぱりこの気持ちはダメだということですね、ちょっとね、いろいろですね、気合を入れてですね、これからですね、やっていこうというですね、思いも含めてですね、このようなですね、表明的な、ちょっと動画をですね、撮っているという感じでございます。それで2023年の目標としましてはですね、私もね、年末年始、ゆっくりしてたとは言ってもですね、いろいろ頭の中では考えてて、今までね、いろんな航空会社乗ったりですとか、まだコロナ禍でありますけれども、どんどんですね、航空業界っていうところですね、戻ってきておりまして、乗れてない航空会社っていうのもですね、たくさんあります。そして新たな航空会社っていうのもワンマン出てきております。具体的には言えばですね、2022年のですね、12月にですね、エアプレミアっていうですね、韓国の新しい航空会社、LCC があるんですけども、これがですね、成田空港に就航したということもありまして、これもね、本当はね、早々乗りたかったんですけども、ちょっとまだ乗れてないという感じでございまして、そういったことを思っているうちに、またね、バティックエアマレーシアっていうですね、マレーシアの航空会社が札幌からですね、台北まで、最終的には、クアラルンプールまで行くんですけども、そんな航空会社が、また新たに就航してたりとかしてですね、本当にもう LCC はですね、たくさんのですね、航空会社がですね、コロナ禍にもできておりまして、そういったところがですね、日本にですね、徐々に就航ですね、してきてるということで、それで他にもですね、グレーターベイ航空なんてですね、香港のですね、格安航空会社もですね、成田香港に就航ということで、いや、本当にね、ちょっとそれについてもですね、早々に乗りたいなというふうに思っております。もう馴染みのある、歴史ある、航空会社、日本に就航してるですね、航空会社でもですね、乗れてない、航空会社っていうのも結構ありまして、エールフランスが例えば、まだね、私自身乗ったことなくて、もちろんね、動画にもしたことなかったりするんですよね。そういったところもですね、ちょっとね、乗っていきたいなというふうに思っておりますし、あと、行きたい国っていうところも、いろいろあって、それで、ちょっとね、パッパッパッっていうふうな感じでですね、メモったんですけれども、例えば、ニュージーランドであったりとか、ニュージーランド航空もですね、まだ動画にしてないということですね。他にもタイチ、ポルトガルとかですね。そういった感じでですね。いろいろあったりとかして、ちょっとね、最近は思いついたら、パソコンであったりですとか、あと、スマートフォンであったりとかですね、メモったりとかですね、してるような感じでございます。他にも、2023年のですね、大型企画としても、世界一周航空券を使って、またどっか行ってみるかっていうところもですね、思ってたりとかしますし、世界一周航空券でもいろいろね、スターアライアンスとか、ワンワールドとか、スカイチームとかありますし、どのクラスで、ファーストクラスで行くのか、エコノミーで行くのか、またはね、もう LCC とかで、世界一周航空券っていう航空券ではないですけども、そういったもので、世界一周するっていうのも面白いと思いますし、あとね、ちょっとこれはまだごめんなさい、わかんないんですけども、ホノルルマラソンっていうのもですね、2023年、もしね、参加するのであれば、ちょっと今からですね、コンディションを整えて、やっぱりね、昨年、なんとかですね、ほぼ歩きでですね、完歩して、10時間ぐらいかけてゴールしましたけれども、ちょっとさすがにね、同じね、結果だとあれなんで、少なくとも例えば2時間ぐらいは縮めると、ね、そんな目標を作ったりとかですね、それを作って、ね、目標に向かってですね、今からですね、コンディションを整えないと、前回反省なのは、やっぱりね、直前に多少ジムに通ったぐらいじゃ、もう全く意味ないっていうことですよね。運動もして、
体重も落としてっていう風な感じでやらないといけないというのがですね、分かりましたので、はい、ちょっとそういったところですね、考えたりとかですね、まあね、こんな感じでですね、ちょっといろいろメモったりとかしておりました。まあ、それでね、今ですね、ちょっと見ていただいている、でもこちらはですね、Notion というですね、そう、サービスとなっておりまして、ちょっと2023年の目標というのをですね、ちょっと作ってみました。非常にですね、使いやすくて、いろいろですね、パッパッパっていう風な感じでですね、メモったものをどんどんですね、こうなんか肉付けしたりですとか、カレンダーもですね、で管理できたりですとか、まあ企画内容っていうところもですね、まあどんどんこう、トゥードゥーリストみたいな作ってですね、執行するみたいな感じで、どんどんやっていくことができるんで、ここにもうメモっときはですね、すべてもうね、どんどんこう、タスクを処理することができるみたいな、2022年のですね、悩みとしましては、こう、あ、これいいなって思ったとしても、すぐにですね、あれ、なんだっけみたいな、そもそもなんだっけもないぐらい、忘れたことに気づいてないみたいな、結構ね、ひどかったりするので、こういったものをですね、やっぱり管理して、まあ、ね、実現に向けてですね、やっていくっていうのはですね、非常にですね、大事だなっていうところですね、改めて、ね、これを使ってみてですね、思いました。まあ、それでは今、パソコンでやってますけれども、スマートフォンのアプリ、っていうのもですね、ありますし、まあ私の場合ですね、やっぱりまあ YouTube っていう活動を基盤にですね、普段の生活をですね、送ってるということもありますけれども、まあこの Notion っていうのはですね、他にもですね、例えばまあ副業であったりですとか、あとはまあね、まあこう旅行の計画とかでもいいですね。この時期に、まあこうね、じゃあね、旅行しようというふうな目標を、定めてですね、まあね、旅行はもちろんお金がかかるんでね、そのお金はですね、どのような感じで、まあ、作るのかとかですね。まあそういった感じでですね、まあちょっとしたですね、なんかこう目標とかですね、そういったところですね、このノーションっていうのはですね、使うことができてですね、まあその基本的な、こういったね、私が今使ってる分とかであればですね、無料でですね、ね、こういった感じで使うことができますので、まあぜひですね、ちょっと皆さんにもですね、このノーション使ってですね、2023年、ちょっとね、目標を立ててですね、頑張ってほしいなっていうふうに思っております。ここら辺とかざっくり見てて、ちょっとね、思い出したんですけれども、イタリアのですね、航空会社 ITA Airways っていうのをですね、ちょっとまだ乗れてないので、羽田にもですね、もう就航したんですけれども、そうですね、こんな感じで、まあね、目標をですね、まあ入れてみたりですとか、まあそういったことがですね、できますので、まあぜひですね、ちょっと皆さんもですね、ノーション知らなかったよっていう方はですね、ぜひですね、ちょっとね、触ってみてほしいなっていうふうに思っております。私ですね、まだまだですね、乗れてない航空会社とか、まあ行きたい国っていうのはたくさんありますので、まあそういったところですね、動画にしてですね、ちょっとね、頑張っていきたいなっていうふうに思っております。まあでも、ね、本当に2022年もですね、まあコロナ禍という状況でありますけれども、世界一周航空券ですね、まあ、セントマーチン島とかも行くことできましたし、あとね、ボリビアの沖縄村も以前から行ってみたいところだったんですけど、そこも行くこともできましたし、モンゴルもですね、行きましたし。いや、本当にですね、2023年、まだまだですね、ちょっとね、こう、イメージっていうのが固まってないんですけども、これからですね、ちょっとこのノーションを使ってですね、ちょっとまとめてですね、どんどん今年はですね、やっていきたいなというふうなことをですね、思っております。ということでですね、こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。ぜひですね、皆さんで行ってほしいですね、国とかですね、乗ってほしい航空会社とかね、あればですね、コメント欄でですね、教えていただければ幸いでございます。こんな感じでね、今回の動画終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。